私はお菓子作りが大好き。いつもお気に入りの材料を加える。うん、美味しそうな指。そしてカリカリのサソリ。やっほー！あら、これは作ったの？恐ろしいわ。それを食べてはいけませんよ。何をしてるの？あなたには健康的なおやつが必要ね。それでこそ。野菜、ありえない。その人参を戻しなさい。いやよ、そんなことさせないわ。おお、ちょっと何してるのよ。彼女のせいよ。うん、そうだ。じゃあね。ああ、年寄りはもっと丁寧に扱っておくれ。なんだこれ。対決をしてもらうよ。それは楽しそうだね。最初に何をしようか。ワクワクしているよ。ああ、わかった。よし、やろう。わ、ケーキ。いい感じになってきた。次は何？うん、ケーキを回転させてみて。見てみて。ああ、わかったわ。変なの。ケーキの一部がなくなってる？何があるか見てみましょう。おやまあ、これは間違いかしら。直す必要があるよ。そういうことか。キットが必要だね。じゃじゃーん。それ持ち歩いているの？いつ必要になるかわからないからね。これは使えそうにないね。次は何をしているの？いや、違うな。どうしたらいいんだろう。見てるのが辛いわ。次は何？ああ、これを探してたんだ。何か使えるものがあるはず。うん、これは何だろう。これって食料品？おお、ピクルス。これを探してたんだ。これで直していくよ。ケーキに瓶を押し込んで、それからその周りを飾るんだ。アイシングで作ったバラでね。見てごらん。やった！これはまた匠だろう。しかもそんなに難しくないよ。それがアイデア？よし、私の番ね。ちょっと待って。これを使ってもいい？ケーキにナッツを押し込んで、次にイチゴシロップが必要だよ。おお、美味しそう。これをケーキにかけるの。いや、それもやめて。血みたいに見えるじゃないか。それが目標よ。ケーキの上から滴らせて。恐ろしいケーキでしょう。いい感じ。完璧だわ。とっても満足。どう思う？悪夢を見そう。終わりましたよ、スイーティー。お、いいね。おばあちゃん、いい感じだね。とっても創造的だわ。気に入ると思ってたわ。うわ、それは何？今にも噛まれそうだ。それが目的だよ。どっちの方がいいケーキを作ったかな。私でしょう。うん、おばあちゃんの勝ち。やったー、やっぱりね。次は頑張るんだね。へへー。これは私の最高の作品。歴史に残る傑作。あともう少しケーキがいるわ。何かいい匂いがする。うわ、すごいケーキだ。でも何か足りない。もっと良くしてあげなきゃ。へへ、いいぞ。だいぶマシになった。ああ、そこにいたのね。ダメよ、全然ダメ。私が見せてあげる。台無しにしてるよ。ほら、見てごらん。いいでしょ。何が起きているの。私のケーキが。あなたたち正気。何の騒ぎかしら。許さない。今日は反省してもらうわよ。ちょっと気をつけて。あ、やばい、非常ボタンが。やばいことになったわ。最悪の状況。あら、何が起こっているの。あれ、私のせい。うわ、ここはどこ。意味がわからない。フードチャレンジタイムよ。これが最初のタスク。うわ、虹ね。これならできそう。早速始めましょう。私のケーキはここね。うわ、めまいがしてきた。まったく弱いんだから。とにかくフロスティングを。ケーキを回してアイシングも絞り出すわ。色を変えましょう。完璧な虹にしなくちゃ。うまくいってる。すごく楽しいわ。上にフロスティングを足して、しっかり最後までやり抜いて。そろそろ良さそう。さて、全体を滑らかにしないと。もちろんパレットナイフを使って余分なフロスティングを取り除く。これは後で食べるのよ。
まだ終わってない。もっともっとスペシャルにするの。端から滴るようにかけて固まるまで待つ。今度は虹色のフロスティング、ケーキの上に絞って飾りつける。うわ、本当に素敵。まるで魔法みたい。シェフが感心するはず。絶対に買ってみせる。ちょっとやめてくれる？見てなさいよ、すごいアイデアがある。この型に青いチョコレートを入れて色を混ぜていく。ランダムな柄にするわ。型の下の方まで埋めていくの。これでよし。さて固まるのを待つ。まだ少し足りない。ああ、私のお菓子。これでバッチリ。伸ばしてケーキに乗せよう。端に向かって細長いキャンディーを乗せていく。違う色を使ってね。虹色のテーマを守らないと。わあ、本当に素敵。頭がクラクラする。チョコレートタイムよ。これを上に置けば真ん中のスペースに。これでよし。素晴らしい。ナーナー、すごいわ。彼は何してるの？うわ、頭が痛い。ちょっと私のキッチンで寝ないで。え、僕に靴を投げたの？これでアイデアが浮かんだ。靴のケーキを作ろう。ねえおばあちゃん、このフロスティングが欲しい？いいわよ、かわいい孫。ありがとうおばあちゃん。靴の上に絞り出していくんだ。ねえちょっと助けて。そうそう、これが欲しかった。全体を滑らかにもう一枚重ねて、このプロセスを繰り返す。違う色を使うよ。お腹が空いてきちゃった。でも最後までやらなくちゃ。きっとすごく綺麗になるぞ。いい予感しかしないんだ。シェフは驚くだろうな。モイスを追加して。いい感じ。さて木の串を刺して斜めに切っていく。この部分を外してもっとフロスティングを絞り出そう。この色大好き。すごく明るい。周りも飾る時間だ。今度は白いアイシング。スポンジが隠れるように。ふう、大変な作業だ。次にストローにチョコを注ぐ。これが僕の秘密のトリック。みんな感動するぞ。チョコが固まった。ケーキにつけていこう。これでレインボーの色になる。これをさらに美味しくして。僕ってお菓子の天才。見せるのが待ちきれないよ。え、誰かな。もしもし。そうだね。嘘だろ。審査の時間よ。ケーキが一つないわ。ちょっと大丈夫なの？携帯に夢中なんだから。彼を助けなきゃ。どこかしら。これが彼のケーキ。はい、どうぞ。審査を始めましょう。悪くないわ。あら、どうも。さて、お次は。すごく鮮やか。あ、硬すぎる。うるさいわね、文句ばっかり。がっかりしたわ。さて、最後のケーキ。は？冗談でしょ。待って、これは私の靴。ずっと探してたの。あなたの勝ち。本当に？やったー。見てこれ、私の力ね。急いでおばあちゃん、このケーキを見てよ。うわー、とってもゴージャス。全部食べられそう。待って、いくらかな。特別美味しいに違いない。お金を払ってちょうだい。いいよ、ちょっと待って。お小遣いをもらったんだ。ほらね。ただのキャンディーだ。おばあちゃん、ねえ、お金がいるんだ。なんですって？ケーキを買いたくて。あら、いいわよ。いくらあるかしら。ちょっと金欠ね。ちょっと待って、この串でどう？なんてね、ありえないわ。ごめんなさいね。待って、わかった。こっそりもらっちゃおう。そうはさせないわ。捕まえた。私のケーキに触らないで。痛い、意地悪だな。二度とやらないで。ごめんなさい。泣かないでちょうだい。うわ、大声を出しちゃった。待って、あなたを元気にできるかも。何が起こっているの？無料でケーキを配っているの？冗談でしょ？うわ、超怖い。やるべきことはただ一つ。自分で撒いた種よ。何が起きているんだ？彼女どうやったの？うわ。
何を作ろうかしら。うお、人形だ。一体何の話？待って、それよ。うん、僕のアイデアを選んだ。うお、人形が。どうして、どうしてこんなことに。世界って残酷だな。待って、アイデアが浮かんだぞ。もしもし、助けてくれ。うわ、早かったな。迅速な配達。トッピングを落として。これはいらない。僕なりのデコレーションだ。周りにピンクウェアハースをつける。今のところ順調。今度は青いフロスティング。真ん中に絞り入れて渦巻きを作る。端までまんべんなく。これで滑らかにして。すごく楽しいな。きちんと平らにしよう。次にその人形の足がいる。ケーキの中に押し込んで、ここにブルーゼリーを入れる。さて仕上げに入ろう。スイミングプールだよ。うわ、すごくいい感じ。あなたすごいじゃない。今度は私の番。もしかして人形のパーツが使えるかも。ああ、そうだわ。スポンジケーキのタワーがあるの。サイドをトリミングして形を整えないと。こんな感じ。じっくり慎重に。正確さが必要ね。これでアイシングを追加できる。一番下から始めるわ。頂上に着くまで気を抜かないで。最後に全体を伸ばして、中のスポンジが見えないようにね。しっかりカバーしなくちゃ。これでよし。人形は上に置いて、フロスティングに波形を入れる。ホイップ用のパーツをつけたら、ふわふわのクリームが作れるわ。それだけじゃない。今度は渦巻きクリーム。小さいメレンゲをつけて、これで完成。美味しそうなドレスになった。人形がまるでお姫様みたい。大満足の出来よ。彼女は何してるの。ちょっと待って、ほら注目。でもそれケーキじゃないよ。彼は無視しましょう。まだ始めてないもの。ほら見て、この人形をプラスチックで覆って、中を赤いチョコレートで満たす。このくらいたっぷりね。次に食用のラメ。これで輝きを出すわ。準備完了。さあショータイム。すごいでしょ。すごくゴージャス。私って天才。すごいじゃない。さあ審査の時間よ。まずはこれから。うわ、変な食感。うえ、髪の毛は食べ物じゃないわ。私のやり方に口出ししないで。次のケーキは。うわ、なんてクリエイティブなの。芸術性は満点ね。素晴らしい。早く食べたいわ。まずはゼリー部分から。うん、風味がいっぱい。僕の力さ。もう一つケーキがある。うん、面白い。うわ、すごい。口の中がパーティー状態よ。待って、私の勝ち。おお、やったプレゼントがいっぱい。すごく嬉しいわ。うわ、すごいな。何のイベント。私の誕生日よ。ああ、ハッピーバースデー。いいこと思いついた。誕生日ケーキを作るわ。見ててちょうだい。私が輝くチャンスね。ああ、うまくいった。もっと個性を出しましょう。シェフのために作ってるんだから、絶対に勝つわ。準備できた？じゃーん、気に入ってくれるかしら？次はあなたね。あら、親切にどうも。かかってこい。これが私の秘密の材料。きっと気に入るわ。ケーキにベーキングペーパーを敷いて、上にクリームを絞る。まずは端から。これでよし。もちろんケーキの底も忘れずに。スペシャルな誕生日はスペシャルなケーキよ。粉を振りかけて、異次元の完成度になる。周りに渦巻きをつけましょう。まだもう少しね。最後の一つ、バースデーキャンドルがいるわ。これで完成。なかなかいいでしょ。待って、二人とも終わったの。僕も急がなきゃ。どうしたらいいんだ。あ、わかった。猫の型を出して、アイシングを詰める。素晴らしいことになるよ。違う色を使って。シェフも気に入るだろうな。当たり前だろ。もっとアイシングのレイヤーを足す。それから型を閉じて、固まるまで待つ。見てごらん。完璧だ。僕のスマホケースみたい。さあパーティーしよう。今日はラッキーデーだわ。みんなが祝ってくれるなんて。願いをかけよう。よし。何なの。あら大変。お水をどうぞ。ありがとう、助かるわ。次のケーキを試そう。
待って、メッセージよ。どうして？冗談でしょ？ひどすぎる。やばい、それは私じゃないわ。私の気持ちが台無しよ。ああ、かわいい。小さな子猫のケーキ、すごく硬いけど。砕いて。ああ、なるほどね。すごく楽しい。わあ、大好きよ。もっとどうぞ。本当にありがとう。今日は特別な日よ。あなたの勝ち。やった、僕って最高。もしもし、誰かいますか？じゃあ入りますね。ベティにケーキの配達があるんだけど。もしもし。え、痛い。ごめん、通るよ。ふぅ、あれ、あなたは？高級ケーキ？あんたは何なんだ、安物か？おい、何すんだよ。じゃあこれはどうだ？うわ、そう来るのか。それならこっちも。ふん、行くぞ。なに、これでも食らえ。はい、もう怒っちゃった。はあ、そうはいかない、戦争じゃ。こんにちは。あ、どうなってるの？綺麗だよ。私のウェディングケーキ？ありえない、ケーキデコチャレンジでもやんなさい。あ、やば。いいよ、なんでもいいよ。うわ、この帽子のせいで気が狂いそうだ。とにかく。それで？私が先に行くよ。基本って感じだな。何が入っているんだろう。パンとチョコチップ。これでケーキ作るのか。時間を無駄にはできない。持ってきて。ありがとう。喉乾いた。うん、甘酸っぱ。ねえ、僕も欲しい。ありがとう、乾杯。ケーキ取りかからないのね。美味しいよ。まだ飲んでる？じゃあ仕事に取り掛かろうかな。見てください、この豊かな赤色、ゴージャス。白に映えるよな。丁寧に注いでグラスを押し込む。何かが足りないな。キャンディー？ありがとう、これは使える。私の配色と合っていてよかった。美しい。見て、この赤い色、小さな可愛らしいタッチでかなりロマンチックだと思う。どう思う？まだスタートもしていない。さて、ここで見てみよう。美味しそうなチョコチップ、でも買えれるもんね。見つけた。熱くなれ、ベイビー。すぐにフロスティングにしてやる。じゃじゃーん、このパンを甘くしよう。耳は取ってね。これでいい。次にチョコレートを加える。もう一枚乗せて、もう一回。ケーキと同じようにね。綺麗に背が高くなるまで続ける。チョコレートの食べ過ぎなんてないからね。とにかくパンを全部覆うんだよ。いい匂い。見てよ。デザインのレベルを上げれるかって？もちろんだよ。ブーン、ヤッホー。まだやることはあるよな。これ使おう。賞味期限が。でも言わなきゃわからん。ピクルスはどう？そしてアンチョビも。僕の最高傑作。素晴らしい。うまくいった。
それ食べられるの？うげ。面白いケーキができたみたいね。お気に召したようで。それで勝てるほど面白いか？確かに香ばしいケーキだ。こんなのが欲しかったの。あなたの勝ちよ。まさか。そんなはずは。やった。わーい。すごく素敵だけど、何かが足りない気がするのよね。誕生日のろうそく。そんなの？こっちの方が誕生日って感じでしょ。わかったわ。やりましょう。火をつけて。準備 OK。 そんなお皿使うの？私の方がずっといい。それはどうかな。勝負よ。誕生日おめでとう。さようなら。ちょっと。イエーイ、楽しいじゃない。楽しいのがいいなら。味はどう？メイクをしたばかりなの、ニック。そっちがそうなら私だって。うわ、くそ。誕生日おめでとう。ああ、信じられない。え？あ、やばい。うわ、ここは何？チャレンジか何かかな。じゃあ私が先に行くね。ああ、美味しそうなケーキだけど、ちょっと地味すぎない？そっちも開けたら？ああ、僕のも同じだよ。何よ、つまんないの。ちょっと。何でしょう？ちょっと手伝ってくれる？うん。これあげるから。かしこまりました。うわ、嫉妬。始めましょう。待って、それはシェービングクリーム。やめてよ。ああ、メガネを忘れました。何なの？使うのはこれです。クリーミーなバニラアイシングに決まり。うん、いいじゃない。見入っちゃうよ。リラックスできるだろう。はい、どんどんやって。眠くなってきたかい？もういい、自分でやる。どっか行って、早く。なんて失礼な。ほいじゃ。時間かかりすぎよ。スピードアップして終わらせちゃうわ。再度も忘れないように。スムーズにするなら金でしょ。わかる？フロスティング続けて。もうちょっとで終わるわよ。ああ、疲れちゃった。あ、落ちちゃった。ちょっと待って。いいこと思いついた。食欲をそそるケーキよ。お金が嫌いな人はいないでしょ。天才。やった、できた。え、万歳。え、ケーキに何したの？そんな。あっちは終わってるのに僕は肘をついちゃったよ。早く考えないと。ゼロから始めた方がいいね。ケーキを粉々にする。うわ、しっとりしてる。次はチョコの雨を降らせるよ。牛乳も忘れないでね。それをこうやって混ぜ合わせる。触り心地がすごくいいよ。コンパクトになったらボールをひっくり返して、そこにラップをかける。そしてローラーで平らにするよ。ああ、いい感じだ。正方形を作ったらラップを持ち上げる。次は白いアイシングの登場だ。心配しないで、うまくやるよ。表面は白くしたい。
ラップを使ってケーキを丸める。できた。上手にできただろう。う、あ、現金には太刀打ちできない。宝石もすごいのつけてるし。ああ、わかった、いただき。人の指は取らないでよ。取っちゃったもんはしょうがない。マジで？その輝きをご覧あれ。いい感じ。ここに何かないかな。どう？ちっぽけなもんだな。ま、何もないよりマシか。ダイヤモンドの輝きとマッチするぞ。自分で言うのもだけど、かなり上品に見える。すごい。うわ、すごくダサい。どう思う？私の勝ち。やっぱり。私の指は返してよ。そうだね。嘘でしょ。へへへ、絶対許さない。勝ったのは私だし。ワン・ツー・スリー・ゴー、スタート。本日の司会者はミンディとシェリル。おー、やるわよ。みんなこんにちは。そしてようこそ。ミンディ愛してる。うるさい。シェリルが一番優しいのに。今日のショーは特別よ。ふぅー、シェリル、友達になって。ありがとう、ありがとう。こんにちは。彼女はミンディ、そして彼女はシェリル。今日はお菓子を作るわ。このケーキ見て。ダイエット？そんなの必要なし。早速スタート。大丈夫？何を待ってるの。ミンディ、材料取ってきて。もちろん。何の材料？鶏肉と卵。あ、そうか。みんなちょっと待っててね。ただいま、卵持ってきたよ。ほら、これ。これは一体何？卵。おお、すごくハゲね。かわいいでしょ。ハギワギにそっくり。で、次は何？割るんじゃない？そしてボウルに入れる。あ、なるほど。これで叩き割るのね。ストップ、やめて。切った方がいいんじゃない？そして開くの。なるほど、爪ヤスリを使うわ。ノコギリの代わり。シェリル、この子ちょっとヤバいかも。どうしたの？あ、そうか。痛そう。この人本気？信じられない。みんな冗談よ。まだ始まったばかりなのに。ほら、綺麗にして。これでよし。料理って簡単。ホイップクリームをボウルに入れる。口にもシリアルも入れてみよう。何してるの？マスタードを少々。ソーセージも。それ、わお、ミンディ頑張ってる。あとは卵を入れるだけ。そうね、いっちゃえ。オッケー、どうなるか楽しみ。ナイス、いい感じでしょ。シェリル大好き。こんな近くで見られるなんて最高。二人とも大好き。オーブンの中に入れなきゃ。もうできた。わお、いい感じ。でもミンディはここだよ。味見してるの。わあ、どうしよう。これ全部きれいにしなきゃ。爪が。どうしてこんなことに。手袋あげる。わあ、ナイスアイディア。シックでおしゃれ。それにグラマラース。キッチンに必要不可欠なアクセサリーね。洗い物もおしゃれに。パリのランウェイをイメージして。どの洋服にも合うわよ。ミンディ似合うね。気分も最高。ずっと使っていたい。今すぐお電話を。今だけ値引き中。はあ、終わった。ねえ、誰？こっちに来て。
私たちはまず目で料理を楽しみますよね。見た目こそ大切。だからこそ今回は飾り付けのチャレンジをご紹介します。皆さん準備はいいですか？わあ、このケーキ見て、おいしそう。早く食べてみたい。ちょっと待って、特別アイテムがあるわよ。ケーキのデコレーションをしてね。でもこれって何？唐辛子？嘘でしょ、見た目が無理。そっちはチョコレートだよ。ふふー、ラッキー、ケーキにぴったり。チョコレート大好き。私もいい。ワン、ツー、スリー、ソリー。ケーキの周りにチョコレートをくっつけるの、どうなるかな。ずるい。でも私も作らなきゃ。辛そうだな。なんでルナだっけ。あー、でもしょうがないか。ケーキに唐辛子なんて信じられない。あと少し。やばい、早くしなきゃ。見た目はもういいや。とにかくルナに勝たなきゃ。ふう、なんか熱くない？わっ、目がしみる。あ、うわー、助けて、目が痛い。ルナお願い。え、助けて、目が見えないの。何してるの、離れて。痛い、どうすればいいの。うわあ、まったく二人とも牛乳に顔入れて落ち着いてね。良くなったでしょ。うー、びっくりした。本当にせっかくのチョコレートタワーが悲しい。次は何かな。ハロー、これあげる。じゃあね。ボタン押せばいいの。うん、何も起こらない。残念。うん、これは何、どうしたの。そうだ、ボタンを押し続けてみよう。で、これだけ。もっと出てこないの。ほら、頑張って。スプリンクルちょうだい。全然、もっと。私もやってみよう。スプリンクル欲しいし。誰かいる？わあ、これは何？何のためだろう？すぐわかるかな？あれ、スプリンクルは？ボタンが壊れちゃったみたい。それか、電池ないとか？最悪。私も押してみよう。何も起こらない。あ、わお、すごい、キノコだ。もうらい。だからバスケットか。あっちにもある。あれ、ミンディはボタン動いてよ。これでどう。わあ、やった、スプリンクルの雨、最高。すごいカラフル。ミンディ見て、あれ、どこだろう。ミンディのボタンも押してみよう。何が起こるのかな。あれ、ここは足跡だ。ミンディいた。ふう、一体何してるの。キノコ集めてるんだね。ケーキに戻ろう。へへ、このスプリンクル見て、おいしそうでしょ。早く食べてみたい。私も飾らなきゃ。キノコなんて思いつかなかったけど、おいしそう。ここに置こう。斬新なトッピングだけど、ルールはルールだからね。うん、だいぶ埋まってきた。いい感じ。すごいね。本当に斬新なケーキ。今度こそいいトッピングが欲しいな。はい、どうぞ。なんかの間違い。やったー、美味しいイチゴだ。すごく調子。これってミミズ。うわー、臭い。はあ、美味しそう。一体何なの。許さない。ちょっと戻ってきてよ。
どうしたの？これは何？あーごめん、これ忘れてた。じゃあね、釣り竿。あーなるほど、新鮮な匂い。ちょっと待って、この種嫌だな、どうにかしなきゃ。よし、ちょっと時間がかかるかもしれないけどやってみよう。魚釣りなんて初めて、楽しそう。何かゲットできますように。あのミンディ、ちょっと待って、集中しなきゃ。種を全部取り除きたいからね。それ、ふう、ありがとう。変なの。まあいいや、魚釣りってなんだかつまらない、全然釣れないし。ほらおいでよ、イチゴだ、一つもらい。うん、おいしい。釣れたら起こして。うん、なに、引っかかった、頑張れ。できた、種なしのイチゴ、抵抗してる。あ、ちょっとやばいかも。え、この魚なに、最悪。もうルーナー、ごめんね、このイチゴをもらってあげる。それ私の、だって交換でしょ、魚あげたじゃん。でもイチゴは私のケーキの方が似合う。でも、はあ、わかった。え、もっと、いつの間に。ごめんね、次はこれ、クッキーだ、やったー。ブロッコリー、何かの冗談も返す。え、いらない、私のことは気にしないで。ほら受け取って。でもいらないのに。いいから、リリー、ダメか、健康にいいよ。それはそうだけど、まあいいや、乗せてみよう。でもどこに、場所がない、イライラする。ミンディ見て、ミキサー、ブロッコリージュースでも作るか。そーれ、うわ見て、まずそう。確かに、あ、牛乳飲み切っちゃった。ケーキにクッキー乗せよう。ここにも置いて、これが最後、芸術作品の完成。私のはちょっと違う、実は美味しかったりして。ダメだ、臭い。ミンディ大丈夫？ん？何が起こったの？大丈夫だよ、ただのブロッコリーだから。うわぁ本当に臭い。ルーナ、なんで匂い嗅いだの？ブロッコリーなんてもう一生食べられない。でもケーキに乗せなきゃ。うわぁ最悪、見て、全然デコレーションにならない、むしろまずそう。これでいいかな、もう十分。ここからでも匂う、吐くかも。わあ完成した。なんかまずそうなケーキがある。そうだ、いいこと考えた。何してるの、さすがに想定してなかったでしょ、召し上がれ。嘘、え、どういうこと。でもルールはルール、へへ。最悪、私の言い分聞いてくれない。食べてみよう、本気で。わあ美味しそう、うん最高。ルナナイスジョブ、いいな。わあまずい、そうだよね、最高。こっち食べてみる。やだ、あれこの箱どこから来たんだ。初めて見るわね。うわあいろいろ入ってるね、なんだか光ってるけど。
何か分かったかも。あなたは？え、冷蔵庫が。何？どういうこと？結構な揺れだったね。大げさな人。ルーレットにダーツを投げて。チャレンジ好きなんだよね。見ててよ。どういう意味だ？うわ、手が小さくなってる。両手が小さくなった。あなたバカみたいよ。っていうか、ま、どうでもいいけど、羨ましいんだろ？ごちょごちょ。やめて。子供っぽいわね。誰だ？君の悪い小さい手をどけてよ。わかったよ。面白くないんだから。うん。これで元気が出るかな？気持ちいい？いって、戦いたいの？やめておいた方がいいよ。私を見くびったのは間違いよ。え、何してるんだ？やめてよ。頭を冷やしてよね。ごめんよ。いいけど、もうしないでよね。意地悪だな。そう、素敵でしょ。ま、いいや、パンケーキを作ろう。わあ、大きな容器だね。黒のパンケーキ生地から始めるよ。輪郭を描くのにぴったり。そして色を塗ろう。線の中に収まるように。次はピンクを使うよ。いい匂い。ああ、難しくなってきたぞ。手が震えてるよ。隙間がないように埋めてね。世界一可愛いプリンになるよ。もう少しで完成だ。ひっくり返すよ。見て、僕って天才だよね。え、それで完成？すごくうまいじゃん。ちゃんと評価してよ。食べるのがもったいないよ。ふん、大したことないけど。私の番よ。見てなさい。え、何をするってのよ。面白そう。手が元の大きさに戻った。ああ、よかった。それ楽しそう。うるさい。黙ってて。すでに大変なのよ。ムカつくな。で、どうしよう。よし、わかった。簡単にできるよ。まず、プリンの周りをなぞるの。小さな丸を体にするの。たくさんね。これでいいかな？これを全部くっつけるの。うん。思ったより簡単だった。3D ペンで覆ってくよ。隙間がないように、完全にね。できたら顔を描くよ。これが目になるの。この部分は青を使うよ。次は 3D ペンで腕を作ろうね。足も同じように。次は、ああ、髪ね。わあ、綺麗にできた。次は耳を作るよ。先が尖るようにね。マイクを忘れるところだった。さあ、できたよ。ああ、火が通った。お礼はいらないよ。お礼なんて言わないよ。プリンに卵を落とすなんて。うわ、ベタベタ。これでいいわ。かわいいでしょ？うん、うまく作れたね。次の勝負に進むよ。今日は運が良さそうだ。それ。うん、見覚えがあるな。うん、そうね、すごく。どうでもいいわ、暇じゃないから。気が散るじゃない。触手が生えてきた。取れないよ。クラーケンを起こしちゃったよ。もうしくじらないよ。さあ開始。この指だと容器がしっかりつかめる。紙から書くことにするよ。上から下に書くといいって言うし。次は顔だよ。傑作ができそう。すごく簡単だな。使う色が多くないからすぐにできそう。唇の色をさっとつけて、お化けみたいな顔の色にするよ。一番薄い色の生地を選んだんだ。ぴったりな色だね。わあ、君にそっくりだ。双子でも不思議じゃないよ。パンケーキの方が性格がいいけどね。へえ、面白い。さあ、リラックスして作るよ。え、すごい。あれをやりたかったのよ。これって難しいチャレンジじゃなかったの？あのさ、マニキュアをするんじゃない？は？何言ってるの？え、なんで？こんなに長い爪じゃなかったけど。文句を言ってるわけじゃないの。ネイルに結構な額を払う人もいるのよ。ペンが持ち上げられない。もう、なんでなの？なんでこんなに難しいのよ。ムカついてきた。私を怒らせたらどうなるか分かってる？そうだ、分かった。この名刺のことを忘れてた。涙一滴で幸せになれるって？試してみる価値はありそう。
フェアリーグッドマザーだよ。二人とも僕の力が役に立ちそうだね。あら、ひどいネイル、直してあげる。やってやって、キラキラのスティックを使おうか。うわあ、さよなら触手、ありがとう、すごい人だ。あれ、フェアリーは？次は私が作るね。ズルだって分かってるよね。まずは丸を描くよ。そして中を埋めるの、一直線にね。これがベースになるの。次は色を変えて髪を描くよ。簡単よね。私は毎朝こんな髪型にスタイリングするし、上の部分ができたら次は三つ編みよ。まっすぐの線を描いていけばいいの。次は体、三角形を描いて色を塗るの。もちろん黒よ。顔も描くよ。ちょっと微笑んでいるように。あと仕上げはこれよ。襟をつけるの。素敵な子が描けた。私の分身ミニミーよ、どう？え、見せて。君がまた一人増えたよ。面白い、クローン人間だ。なんで友達なんだろう。返してよ。もう楽しんでたのに。ね、僕を描いてよ。最近ポーズを練習してるんだ。今度は何をするんだろう。ダーツを投げたらわかるよ。いいもの当たりますように。そうきたか、楽しいことになるよ。え、それをどうするの。動かないで。楽しみすぎてるんじゃない。顔はやめて。もうやりすぎだよ。過去最高に難しいチャレンジかも。大体の輪郭を描くね。そしてくちばし、簡単だね。鳥の目を描いて、羽もね。羽の尻尾もいるね。母なる自然が僕を誇りに思ってくれるよ。中は埋めよう。体は白のパンケーキ生地にするよ。羽の周りを塗るよ。羽は違う色にしたいからね。目の周りはゆっくり丁寧にね。最初の色が終わったよ。羽は綺麗な濃い青にしよう。コントラストが綺麗だよね。尻尾も同じ色でね。くちばしは黄色だよ。ああ、もう焼けてきた。足はピンクにするよ。ひっくり返さなきゃ。これが難しいんだよ。ふう、できた。チャレンジは認めるわ。食べようとは思わないけど。私の番よ。私も鳥なんだ。え、目隠し？これは無理よ。不公平よ。うまくいくといいな。まずは体を描くよ。描けてると思うんだけど。これで色を埋めるね。何色を使っているのかわからない。綺麗だといいけど、あのパンケーキよりはマシでしょ。次は羽よ。体と羽をコントラストにしたいの。鳥が飛んでるみたいにしたいな。空高く羽ばたいているの。くちばしも描くよ。三角形を2つ、中を塗って。ここからが面白いの。カラフルな鳥にしてあげる。青のラインを入れたいな。これ青よね。よし、できたかな。正直に言って、鳥に見える？わあ、結構いいじゃない。これ撮ってくれる？お願い、トイレに行きたいんだよ。いやよ、ここでするしかないってこと？最高傑作だ。うん、食べるのが待ちきれない。パンケーキの匂いがする。いただきます。ちょっと遊んじゃおう。調味料を少し足してあげよっと。私が美味しくしてあげる。喜ぶだろうな。きたきた、元に戻して。絶対に気づかないはず。あともう一つ必要なのがチョコスプレッド。おお、美味しそうなパンケーキ。私にはないのかい？一枚食べたいんだが。あ、どうぞ。気に入ってもらえるといいけど。え、ダメ。うん、これはまた興味深い。いや、あ、これは予想外。これで良くなるかも。どうぞ。一体何をしてくれたんだ。びしょ濡れじゃないか。こんなことして。ただ助けようとしただけなのに。もう怒ったぞ。
うわ、今のどうやったの？これは楽しくなりそう。それでこれからどうする？パンケーキを作ろう。願いが叶ったみたいだ。楽しみだな。最初は私。これいい感じになるんじゃないかな。すべて策は練ってるからね。驚くこと間違いなし。手袋が必要ね。注意しすぎて損はないでしょ。青いパンケーキミックス、もっと近くで確認。計画した通りだわ。どう思うかな？それだけ？ああ、僕も作業に取り掛かろう。でも何をしたらいいんだ？まずは描き始めるのみ。ひょっとしたらインスピレーションが湧くかも。三角形を作るよ。これを埋めて。ここは簡単。次はなんだ？青を選ぼう。これは思ったより難しい。僕が美術の先生だったらな。絵もずっと楽に描けるのに。でも頑張るよ。結果は誰にもわからないからね。とにかく続けるよ。そのままそのまま。次に円を描く。あれ、そんなに悪くないかも。楽しくなってきた。次に腕をつける。うわ、これはひどい。何考えてたんだ？なんだかお腹が空いてきた。おやつの時間だ。お、サクサクのリンゴ。ちょっと待てよ、これだ。これを作ればいいんだ。リンゴの形をとって、それを赤い生地で満たすんだ。次に茎を加えて、ここは緑色にするよ。その間に実際のリンゴを食べる。え、嘘だろ。すごく綺麗でしょ。そんなバカな。これが現実。どうやったの？才能があるの。時間切れ。はい、私の勝者ね。イエーイ。え、何が起こってるんだ。どこに行っちゃったの？わあ、リンゴ発見。今の作業でお腹空いちゃった。うん、おいしい。うわ、とてもつまらない。見て、何か始まった。よくわからない。いいさ、僕だって忙しいんだ。電話をかけなくちゃね。あ、わかった。いいこと思いついた。見てなさいよ。動かない。でも諦めないよ。修理してみせるわ。あ、わかった。もう一度やってみよう。うまくいったね。直したの？うん、始めるよ。いいこと思いついた。これを見てて。気に入るはずよ。お腹が空いてきた。もう一度絞って。これで完了。鉄板から外したら、おいしいポップコーン。映画の夜にぴったりね。またまた。今からすごいものを見せてあげるよ。しっかり見ててよ。本当のおやつになるんだ。アイスクリームに勝るものはないからね。とっても美味しそうだ。できる前から素晴らしい。パンケーキのピカソだ。終わり。ひっくり返すよ。上出来だ。見てほら、傑作だろう。いい感じね。そっちはどう？ちょっと待ってて。まだ採点が終わってなくて。ああ、インスピレーション受けた。これぞ僕のお気に入りの成績。埋めていくよ。これに関しては A もらえるかな。終わり。すごくワクワクしてきた。出来上がりを見るのが待ちきれない。取り外すよ。見てこれ、素晴らしい。ダメだこりゃ。冗談でしょ。やったー、私の勝者。ジャンボポップコーン、ちょっとちょうだい。おいしい。よし、誰もいない。今がチャンス。誰にも見られないように。必要なものは全部あるから、うまくいくといいな。早速やってみるよ。ほら、うわ、見て、パンケーキができた。おいしそう。うん、本当に。ちょっと分けて。気にせず。でもこれ私のなのに。ほら、1枚でいいから。分かったよ、どうぞ。うまい。とっても軽くてふわふわ。はあ、楽しみにしてたのに。もっと作ろっと。でもこれは私の。何やってるんだ。うわ、学校でパンケーキ貸しなさい。うわ、これはうまい。祖母が作ってたのと同じ味だ。もっと作ります。これはなんだ。授業に戻りなさい。
いいから。そしてそこ、なんでパンケーキなんか食べてるんだ。ここはパンケーキ禁止区域だぞ。これでも食らえ。いたずらなコピー機め。おっと、ここはどこ？楽しくなりそう。よし、見ててよ。なかなか素敵だろう。うわ、気に入った。お、ルーレットだ。どこで止まるんだろう。ちょっと待った、私が先。必要なものは全部あるからね。これを見てて。雲から始めるよ。それから虹を描くの。何かが足りないな。色だ。緑のパンケーキミックスから始めるよ。線をはみ出さないようにね。次は黄色にしよう。これは素晴らしい。願い事も必要だけど、雲が素敵に仕上がってるわ。これを埋めて。これには普通の生地を使うよ。できた。さてこれを調理するよ。とっても可愛い。長さは十分。取り外して。まるで魔法みたいだわ。これに勝てるかしら。そんなのいらないさ。マイパンケーキミックスを持ってるからね。驚くはずだよ。すごい計画があるんだから。ああ評価しなくちゃ。さてどこまで行ったっけ。え、電話。今忙しくて仕事が終わらない。校長でいるって簡単なことじゃないな。ああ昼寝が必要そうだな。でもパンケーキを作らなくては。あとは埋めるだけ。簡単だろう。全部をカバーして隙間は作らないようにね。さてひっくり返すよ。驚かせてあげるから。素晴らしい。ねえ彼見て。寝てるの？いたずらの時間だ。最高温度でいくよ。これから暑くなるからね。見てあれ。あ、この匂いはなんだ。うわ、助けて。何が起こったの？気にしないでパンケーキを作って。そうだね。あ、いいこと思いついた。まずは円から始めるよ。そこにいくつかディテールを加える。顔を作りたいんだ。実際には絵文字だけどね。涙を顔に加えて。さて青いパンケーキミックスが必要だ。いい感じだね。黄色がたくさん必要になりそうだ。顔をそれで覆って。それを焼いたら。ひっくり返す準備ができたよ。それを皿に乗せたらどうかな。なかなかじゃないかな。じゃあ成績発表だね。あら大変。隠れて。髪がボソボソになっちゃう。助けて。それでこれからどうするの。見てあそこ。わあこれは楽しそう。じゃあ早速始めるよ。このアヒルの型を使うんだ。今までで一番可愛いパンケーキになるはず。それを生地で埋めて素早く作業するよ。順調順調。色を変えるよ。円を描いてそれを埋めていく。アヒルの型までみっちり埋めていくよ。もうこれは必要なし。そのまま焼いたらひっくり返す時間だ。どうなったかな。うわあ、見て見て。トッピングが必要ね。チョコスプレッドが使えるね。パンケーキに塗ったらこんなもんかな。さてこれを丸めて。崩さないようにね。うん、おいしそう。お次どうぞ。じゃあ早速黄色の生地から始めるよ。私は円を描いて。次はなんだ。ああこれが使えそうだ。円の周りにそれを絞り出して埋めていく。なんともアーティスティックなんだ。エクセレントなパンケーキ。うん、おいしい。いい感じね。君の番だ。よし始めるよ。自信はないけどでも最善を尽くすよ。うん、悪くない。なんだか分かってきたかも。色を加えてくよ。黄色から始める。これはくちばしにぴったりだね。いい感じだ。あ、この色が好きだな。明るくていいね。茶色だ。うん、いいね。羽にはこの色が完璧だ。うん、素晴らしい。ハマってきた。もう誰にも止められないぞ。隙間は作らないようにね。このボトルは終わり。あとまだやることがあるよ。黄色い足をつけてあげるのさ。ああ、とっても可愛いね。芸術作品だ。食べるのがもったいないね。お皿に置こう。あ、彼が作ったの？待って。ひっくり返してみて。何？なんで？もう分かったよ。そうだと思った。見てみて。
あと少しでごまかせそうだったね。審判の時間だ。はは、君の負け。こりゃ面白い。大丈夫？今の見た？なんだこれ、誰か取って。なんて美味しい対決でしょう。もっと食べたくなりましたか？誰が最高のお菓子を作ったと思いますか？下のコメント欄で教えてね。この動画を友達と共有してチャンネル登録を忘れずに。他にも素晴らしい動画をもっと楽しんでください。